はい、はい、皆さんこんにちは。みやこです。あずさです。毎月恒例のコラボ、はい、よろしくお願いします。今日はメインチャンネルですか、こちら。はい、こちらはメインチャンネルで、はい、サブチャンネルの方でも答えていこうと思います。質問を募集したんです、はいはい、2人に聞きたいことありますか、はい、ってそしたらこう残念ながら答えません。な、悔しいでしょ。無視ですか。無視します。これは嘘ですか。怖いですよ。すごい来てんじゃん。超いっぱい来てます。すごい。で、サブチャンネルではプライベート系のことを話していこうか、はい、結構恋愛系とか考え方系とか来てたので。愛されるマインド、みんなまだ気になる。見てよ、あれめっちゃいいから。あのいいよね。あれいい動画だった。うちのお母さんがすごい良かったって言って。もううち家族みんな見てる。ファミリー系チャンネルだね。ファミリー系チャンネルだね。お互いの親も見てる。でもお互いね、ちゃんと見てる。お母さんちゃんと見てるっぽいよ、みやことのコラボ全部。しかもあれいいねって言われるし。そうそう、ちゃんといいわ。やっぱみやこちゃんと見てる。あんた一番輝いてる。輝いてる。もう生き生き。だってみやこさんのチャンネル出てるあずさんが一番生き生きしてます。あ、やっぱ生き生きしてますと。わかんない人だから。なんだっけこれ。会いに行くよ。あ、そうそう、お父さん。え、お父さん会いに行くよのやつ見た。お父さん、え、見てたよ、送ってた。え、そう、うん、喜んでた。じゃあ本当に行くよパパ。分かった。やばっか。パパとコラボします、今度。いい加減にしなさい。いい加減にして。はい、じゃあ、はい、ボディメイク系のやつを、はい、真面目系、ね、真面目系で、これ結構来たのが、バストを落とさずに、はいはい、ボディメイクするためにはどうしてるんですかっていうのは結構来てましたね。あー、バストを落とさずにボディメイクしてる。来るでしょ、よく。でもそんなに来ない。嘘。そんなに来ない。なんか女性らしいボディラインを保ちながら、やっぱ痩せたりすると、はいはいはい、まあなくなるじゃん、脂肪だから、ね、はい、だからシルエットを綺麗にするためにどうしてますか。はい、はい、まず胸を残しながらダイエットするっていうのはちょっと難しい。まあ脂肪なのでね、はい、はい、胸が脂肪なので。だけど、まあそのなんだろう、たるませないとか、まあ、ある程度その厚みは残したまま、そのトレーニングで厚みをつけながら、まあ、脂肪は落としていくとかはできると思うし、シルエットは綺麗にできるってことだね。そう、胸自体っていうよりも、そう、だから胸自体のこの体積っていうのは、まあ、脂肪だからさ、脂肪だったらここだけ残すのは無理じゃん、ね、難しいと思う。そうだから、それは難しいんですけど。じゃあ胸のトレーニングとかってこと。ああ、そうですね、ある程度なんかちょっとはやった方がいいと思う。ここの厚みがさ、できる胸のトレーニング、やっぱ最初はした方がいいと思うよ、ちゃんと。今はそんなしてないじゃん。そうだね。あ、で今最近してるよ。またしてる。私もしてたもん、めっちゃ胸のトレーニング、うん、だからやっぱ厚みはあると思うから、うん、だからみやここの辺がげっそりしてる印象はないよね、痩せても。そうだね、結構厚みがある感じだと思うから、それは胸のトレーニングで解消できるので、うん、はい、胸のトレーニングしてください。あとご飯を削りすぎちゃうとやっぱ脂肪急激に落ちちゃったりするので、うん、胸もちょっとね、しぼんじゃったりするよね。そうですね、だからやっぱ急激な減量増量を繰り返してると皮膚が伸び縮みが激しいからたるむ。で、あとはやっぱりあれじゃないですか、例えば走ったりとか、なんか上下運動するときに、ランニングはね、胸が自由じゃん。自由だとね、そうなんとか線が伸びちゃうっていうよね。そう、だから結構ちゃんと固定させてぴったりさせといた方が、あ、確かに、結構ホールド感強めの油をつけてください、はいはい、ちゃんと、はい、スコブラやっぱりつけた方がいいと思います。あ、これもよく聞かれるよ、生理前で食欲止まらないときはどうしてますかとか。あ、生理前に食欲止まらないときはメリハリつけて食べちゃった方がいい。あ、そう、私もよく食べちゃってください、はい、食べて動いちゃって、はい、動いちゃって食べちゃって動いちゃって、そう食べちゃって動いちゃって。でもなんか生理中ってその動いちゃうのちょっと動きたいけどさ、結構めんどくさいなって。あ、まあね、だるいみたいな。だからまあ別にいいんだよ、もう体を欲してんだよ。そう、栄養と休息を欲しているので、それに従うこと。
大丈夫、サブチャンネルみたいな。違う違う、メインです。変わんないんだ、いつも。あ、はい、わかりました。メリハリが大事だから、そこでなんか無理してその精神との戦いみたいのをしなくていい。例えば本当に大会前の本当に末期の人にはそれは言えないけど、普通のダイエットしてる人1日ぐらいするって謝、あ、いい、オッケー、甘やかしても大丈夫だよ、安心して。そう、そうで、痩せれる時に痩せればいいから。そう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 、で、整理終わったら自然にさ、もっとさ、楽にダイエットできるからさ。そうそうそう、できる時とできない時でこう、うん、もう諦め、いい意味でね、そうそうそう、もう今はそういう時期じゃないみたいな感じでいいと思います。いいと思います。コンプレックスの、どうぞどうぞ。いやいやいや、カムの映ってるよ。カムの、何、病気これ、カムの伝染してるね。コンプレックスとの向き合い方はい、教えてください。コンプレックスの向き合い、コンプレックスないよこの顔。見た今の顔、何一つない顔してたよ。コンプレックスはないかな、今別にない。だからそれをこう払拭というか改善するためにやってきたからってことでしょ。あ、そうそうそう、だからコンプレックスとかあったけど前はね、うんうんうん、前はそのなんかそのみんなよりお尻でかいなって思ってたの、すごい。あー、なるほど。みんななんかちょっとこじり流行る時期あるじゃん。いや、若い時なんかジーンズ履いてもパツパツのお尻恥ずかしいなみたいな。あー、でも若い時はあるかもしれない。で、なんか私だけなんでこんなになんか制服のさ、うん、スカートとかパンパンなんだろう、お尻と思って。はいはいはい、体育着た時なんで私お尻こんな一人だけピチピチになっちゃうんだ。ああ、あるあるかもね。で、なんか嫌だなと思って、だからすごいお尻をさ、こう強調しないようにさ、隠す感じだね。はいはいはい。だけどそれ逆に生かしてるけど、そのコンプレックスって、うん、でもさ、なくなっていかない、若い時より。まあそうだね、確かに。それは自分を認められるようになるというか、そうだね、うん、なんかオンリーワンになるって感じ、自分が。あー、すっごいわかる、うん、なんかみんなと一緒になりたかったじゃん、若い時。あー、そうね、そう、うんうん、だけど一緒、むしろ一緒嫌だみたいになってるの今。あー、わかるかもしれない、うん、自分の良さというか。そう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 、そう、多分みんな、多分自分だけなんだよね、その本人だけがすごい気にしてる、うん、周りはね。そう、周りは多分本当に何も思ってないことが多いと思う。確かにそれが多分ほとんどだと思う、うん、そう、だから自分のメンタルコントロールなんだよ多分。なるほどね。そう、だからコンプレックスある、あったらなんかそれに対してなんかちょっとでもなんか変える向き合うことだと思う。そうそうそう、努力をちょっとでもなんかやってるっていうことがどんどん前向きになっていくと思うって、受け入れられるっていうか、うん、そう、なんかね、向き合っちゃうのが一番楽だと思う、うん、なんか例えば体型が、自分が、私の場合だとラインが細すぎるのが貧相に見えてコンプレックスだったら、ちょっとメリハリあるように頑張って努力しようとか、それを改善するように向かい合うと、どんどんこう前向きになってくるんだよね、うんうんうん、だからに逃げない方がいいと思う、ちゃんとこなんか急にだからスポコン出てくるんだよ、急に。逃げないよ、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 逃げないよ。そうすると自分が大好きになりますから。大好きになりますから、はい、お願いしますね。でもこれあれでしょ、プライベート系はサブチャンでしょ、だからちゃんと。そっちが怖いわ、なんかチラチラさ見える質問やばい質問来てんだよね。面白いの来てる。あ、じゃあこれちょっとお互いの好きなところ。え、私たちそう、え、私たち、あ、いいよ、いいよ、え、私から言っていい、いいよ言って。私はなんか、私も結構明るいけど、うん、私とは違うタイプの陽キャじゃん。いや、陽キャ、私はもうほんと絵に描いた陽キャなのよ。ほんとね、だから一緒にいるとめっちゃ明るくなるし、なんかな、パワーエネルギーをもらえるっていうか、パワースポットあずさって感じで、うん、出てるよね、出てる。まあ性格もいいしね、このまんまだからからすごいなんか楽なんだよね、一緒にいて。あ、急にすごい私からいい気持ちが抑えちゃった。ありがとうございます、はい、ということで待ってる待ってる待ってる。で、私はまずみやこはすごいやっぱ根がめっちゃ真面目なんですよ、とにかく。ああ、そうですね、うん、で、まあ真面目だからこそ、なんだろう、人、いろんな人に好かれようとか、うん、八方美人じゃないじゃん、不器用かもね。そうそう、そこがね、私はすごいね、好き。あの、インフル
人さんに少ない八方美人じゃない自分の芯がある女性の強さを持っているっていうところがすごい嬉しいです、うん、だからなんだろうな、やっぱりふわふわしてるその若い女の子とかとはやっぱり違うみたいな、やっぱりいろんなさ経験もしてちゃんともうさ自分の中で正しいこと悪いことっていうのをさしっかり見極められる力を持ってるじゃん。いや嬉しい、そこがねすごいところだと思う。ああ嬉しいです。そこが意外に言うないよね、言わないもんね。言わない、いやいや言えたら私は美和子のこういうところが好きだよ。確かにありがとうございます。ありがとうね、みつ、はい、より仲良く、はい、やらせていただきます、はい、もうコラボはしませんけど年12回するからね。年12回するよ。もうみんな飽きてる。飽きてないよ。飽きてだって定期的に見に来てしまいますけど。よくいる。一回しか見ちゃダメ。見させろよ。見させて。再生数稼いで、ちゃんと。見ていいよ、みんな。それ朝元気ない時つけてね。ラジオみたいな。なんかそう、メイクしながらとか、元気ない時に見ちゃいますみたいな。めっちゃ来てるよ。元気上げてこう。そう。毎日食べてる健康的な食べ物は、私毎日食べてるもの一緒なんだよね。私さっきもさ胸肉食べるとか言われてさ嫌です。そう、嫌です。びっくりするぐらい秒で嫌ですって言ってるの。断りました、うん、私そこで胸肉解凍してて、こんなでっかい2キロの胸肉とパンガシウス白身魚はあ、をあれ解凍してんだけど、で食べるって言ったらなんかいや嫌ですって言って、そんなにびっくりしたんだけど。私胸肉食べないもん。私はもう胸肉ずっと食べてる。オフも？オフも。家ではずっと胸肉。買わない、他の肉。ちなみに調理法も一緒？調理法も一緒だいたい。だからかけるソースとかが変わるよ。なんか焼肉のタレたまに使ったりとか、オフは。マヨネーズちょっとつけたりとかするけど、基本胸肉。美味しいじゃん、胸肉。安心する、もう。もう、なんか、ね、安心感が。安心感なの、うん、3食とか ?3 食。全然、いや、だってもう今胸肉しか食べてないよ、本当に。偉すぎ。そう、外食とかしたらたまになんか食べるよって言って、なんか。でもそんなの週何回とかでしょ？週に1回あるかないかみたいな。ね、それ聞いたらさ、みんなさ、みんなさ、ちょっと嫌だなっちゃうよ。嫌なの？私は違うよ。私胸肉食べないから、ほぼ。ほぼ。てかもう、マジ何ヶ月も食べてない。何食べてんの家で。納豆ご飯。でも、パスケ。納豆ご飯で1日さ、3食食べない。違うよ。朝は納豆と卵。そうだね、言ってってみ、朝から。はい。まず私、朝ごはん食べないから。言ってないんだって。ねえ。それ抜きます。私動画でも言ってるもん。お腹空かなかったら、お腹空かなかったら食べない。プロテインも飲む。飲むと飲まない時もあるし、はい、これハイブーブーブーです。筋肉失われていきます。ダメです。私はそのもう、いや、いっぱいやったじゃん。その、この時間にこれ食べないといけないとか、うん、なんかきっちりスケジュール守ってみたいのが、うん、もういっぱいやってやりたくないのよ。うん、だって。心のままに行きたいの、うん、今はね。何かあったのかな。縛られてた。いや、でもさ、なんかそういうルーティーンで生きないといけないのよ。うん、ボディー、まあ、ボディービルとかっていう競技とかだと。うん、でもそれは私は嫌になったから、うん、お腹空いたら食べるようにしてて、うん、朝は納豆と卵ご飯を食べる、うん、で昼は鮭とご飯、うん、で夜が豚肉とかです。でご飯なし、あ、食べる時もあるよ、うん、お腹空いてるか空いてないか。3食ってこと？だいたい2から3ぐらい。私のふるさとはこういう感じです。いや、全然違うわ。じゃあ私、じゃあ何ですか？朝は絶対オートミール 30g とタンパク質が 25g。でもそれ減量中もでしょ。うん、そう、一緒だよ。朝ごはんはずっと一緒。朝それ以上いらないから私。うん。てかまず私の体でそれ以上のタンパク質いらないから。いや、まあまあ今ね。そうそうそう。だからそんぐらいしか食べないじゃんまず。うん、で、まあ調理法はしょっぱかったり甘かったり、はいはいはい、まあそれその時にある。うん、で、まああと卵1個食べるじゃんその時。朝絶対、はい、脂質入れます。はい。はい、で2食目は胸肉 120g と米100とか。で、3食目がトレーニング後にプロテイン飲むか、もしプロテイン、トレーニングしなかったら、なんか胸肉と、胸肉 100g ぐらいと、なんかたまに米食べたかったら、50とか60とか、うんうん。そう。で、今は普通に別にオフだから、夜も米食べてて、そして胸肉。待って、全部胸肉じゃん。胸肉が安心するん
だって、 いいんだもん体に。だから別に嫌いじゃない人は食べれるよね。嫌いじゃないよ、だって美味しく作れるもん私鶏肉。でも同じじゃん味は。だけどそのいろいろ変えれるじゃん、なんかふりかけかけたりとかする、すき焼き味とか味道楽とか、 あとなんかあのあれ最近ハマってんのが、あなんかジェノベーゼソースあるじゃんパスタの、あなんかあれをなんか焼いた後にちょっとなんか混ぜて美味しそう、食べれるよ。そしたら食べれるだから、ね、そうだからなんかその胸肉だけどなんか全然味付けで楽しんでるからすごいね。こういう人もいるんですよ。こういう人はすごいんですよ。でも胸肉が一番安心するもん。だからいっぱい食べても太んないし。まあね。だしお腹いっぱい食べても罪悪感ないもん、ね。ないないない。で、外食したら思いっきり食べたいから。あ、はいはいはい。うん、だからなんか家にいるときは別にそんなに絶対豚肉とかも何年も買ってない。え、食べたくないんで。別に食べようと思わない。と思わない。もう豚肉コーナーとか見たいの。見てない。ある？スーパーに。豚肉コーナー。一応あります。でも一番多そうですけど。あ、あるんだ豚肉コーナー。あるあるある。じゃあ私が見てないだけだ。見てないね。なくなったかと思った。か、でもたまに牛肉食べるよ。牛はたまに牛もものしゃぶしゃぶとかステーキとか。まあ、ちょっと参考にならなかったです。ですごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、髪の毛も。捕まってる筋肉がなくなってきて自分で手を支えられなくなったから納豆ご飯だとこうなります。納豆ご飯だと私の髪をこう支えに生きるしかない。みんなプライベートがってか、じゃあもういいんじゃん筋トレの私たちとか。どうでも、いやそんなことないでしょうよそんなわけないやろそんなわけないやろ。ジムで物の扱いが雑な人を見るとかなり不快です。物理的な距離はすぐ取りますが、対策ありますか？マナー的な？マナー的な、これいいんじゃない？結構。どう？それ？私は、これ直接ね、注意しちゃいけないから、その人。そうだね、それはちょっと、うん、だからジムの人に、まず、まあ、本当に気になるんだったら言うっていうのと、あとは、私はでも結構音楽聴いてるんで、自分が。はいはい。だからあんまり周りのその音とか気にならないことが多いんですけど。確かに、私もそうかも。で、あと周り私あんま見てないんで。いや、わかる。わかる？そう。人と、なんかね、ジムで人と目合わせない癖ついちゃって。なんかそのジムで見られるとかその人目が気になるみたいなのも多くて、マジで1ミリも気にしてない。私も人から見られて視線感じてることとかない。多分 そのをもうシャットダウンしてるよね。私も本当にやっぱ視線見られてんなとか思ったことないかも。そうだからてか私それで初心者の時の方がやっぱ自信ないからさ、なんか周りの目が多分気になっちゃうんだけど、あのね、帽子かぶってヘッドホンしてると大体もう、うん、自分の世界に入れるし、なんか話しかけられたりとかさ、うん、多分最初の方があるじゃん。ああ、まあ確かにね。そういうのもこうしてるとなんか、あこの人話しかけちゃいけないなって感じで見てくれない？確かにそうなのかな、わかんない。私そうだよ。もうそう、でも私も結構ジムでのおじさんとかと話すけど、絶対話さない。絶対話さない。会員さんとかと話すけど、あ女の子とかがこう、うん、話しかけてきたらもちろん話すけど、こっちから行かなくない？こっちからはそうだね、挨拶とかはするけど、なんか待ってそんな知り合いのおじさんいるの？全然おじさんでもなんかおばさまでも結構いるよ、挨拶する。あでもそっか、あずは結構決まったジムに行ってるからね。そうそうそう、だからなんか顔見知りみたいになるから、あそれはあるかもしれないね。部活みたいな、部活でもあるよね。あ今日早いですねあるよね、今日ちょっと早いですみたいな感じであるけどはい、はい、だからなんかそのいつも行ってないジムに行って視線感じるとかはない。うん、気にして、そう気にして、うん大丈夫だよ。みんな見ててもすごい素敵だなと思って見てるから。そうだよ、うん、素敵だから見るんだよ。そのうわーっと思ってたら見ないもん確かに、うん、だからあなたが素敵だから見られちゃうとか、うん、そうで自分の扱いがそのマシーンの扱いが雑な人とかはいつか気づく日が来る。あ大丈夫、そうだね、絶対そう。誰か一人が思ってるってことは、そう他5人ぐらい思ってるから、うん、いつか注意されてちゃんと正すと思います。はい。なので、まあ、気にしないでおいてください。はい。いつか、でもまあ、でもそういう人がいたら気になってね、ストレス溜まるから見ない。そう。ってのと、やっぱ近づかないのと、もし本当どうしても気になると自分の人に言う。うん。はい。大丈夫。そうしてください。はい。トレ始めて4ヶ月経過、意外と筋肉が増えなくて驚き、これしたら変わったはありますか？はい。教えてください。はい、4ヶ月トレーニングして変わっていない
ゼロっていうことは絶対ないので、ないないない、絶対に変わってるんですけれども、もう、多分もっとその目に見えたこの変化が欲しいっていうことであれば、トレーニングのメニューをやっぱりちょっと見直す。やっぱりその、うん、例えば、なんかいろんな刺激を入れた方がいいので、うんうん、1個の、筋肉に対して、うん。だからストレッチ種目、収縮種目とか、うん、ちょっとその刺激を考えて、いろんな刺激を入れられるように、筋肉が伸びていくときに負荷がかかっている種目、筋肉を縮めたときに一番負荷がかかる種目とか、自分がやってるトレーニングが、ちゃんといろんな刺激が入ってるかなっていう一部位に対して。はいはい、はい。いや、笑ってないよ。うんうんって。うんだよな。だからそういう風に考えてメニューを組み直してみて、はい、で組み直そうとしてトレーニングに取り組むっていうことがより丁寧でフォームをしっかり意識してやるようになるから、そうするとちょっと多分刺激が変わってくると思うんです、うんうん、なのでトレーニングメニューを見直すのと、はい、あとはトレーニングの例えば新しい種目を入れてみるとか、うん、なんかちょっと違う刺激を入れてみるっていうのは大切ですね。で、あとは食事も一緒に頑張らないと、結局、うん、トレーニングだけしていても、やっぱり筋肉の栄養源っていうのは、口から入ってくる食事なので、そっちも一緒に頑張った方が、より効果は出るの早いです。なので、1回2週間集中コースということで、トレーニングメニューを見直し、食事を徹底して2週間やってみよう。そしたら、きっと、もっと変化が生まれるでしょう。大丈夫、今、息してた。息してないから、また汗かいて。プラプラ。見直してってことだね。私も手で扇風機できるから。そんな汗かかないもん、喋ってるだけで。え、怖っ。医者悪い。2食しか食べないで、こうなるから気をつけて。ほんとそうだね。ほんとそうだよ。はい、ほんとそうだよっていうことで、今日はね、はい、皆さん、はい、たくさん質問ありがとうございました。私のチャンネルこれ。大丈夫。そう。あずさちゃん、最後までご覧いただきありがとうございました。ね、イベントの告知は？あ、そうだった。はい。はい、で、ということで、私たちからお知らせがございまして、なんと、二人に会いたいっていうね、声がね、めちゃくちゃ多かったんです。会いたいよね。会いたいよね。わかる。会いたいもん、こっちも。会いたいもん、こっちも。コメントしてるとみんなに会いたい。会いたいんだよ。会いたいよ。はい、ということで、私たちそんなにイベントねやらないんですけど、オフラインの、なんと、年末クリスマス。クリスマス前に。はい。はい、ちょっと女子会というか、お酒を飲みつつ、皆さんと交流できる、場を作ろうと思っております。イェーイ！いや、初めて、ね。初めて。初めて。しかも飲むとかさ、クリスマスパーティーだよ。そう。女子の。ちょっとね、女性限定になっちゃうんですけど、ドレスアップをして、ちょっと都内の某所でちょっとイベントをね、はい、交流イベントをがっつりできればなと思ってますの で、はいはい、でそれは別に特に本当何の知識も与えません、私は何のために有益さは与えません、有益さは与えませんただただ一緒に楽しんでクリスマスパーティーをする、ただもうそれだけだからもう筋トレしてなくても全然出るかも、全然いい、何も知らない、筋トレの話とかしないから、うん、絶対にしないっていう感じで、こんな感じで、はい、いや、もうこれよりもさらにちょっと普通の私たち出てきちゃうかもしれないけど、まあ、ぜひぜひ皆さんに会いたい、私たちも会いたいと思ってたので、はい、はい、こういうちょっとイベント計画しましたので、詳細はこちらに出てるかな？出てます。はい、こちらに、はい、で概要欄からお申し込みいただければと思います。はい、ぜひ皆さんたくさんのご応募お待ちしております。はい、本日も動画最後まで見ていただきありがとうございました。また見てねー。